三代目、立花屋文造は、東京都江戸川区出身の落語家。落語協会所属。本名、小宮山都洋。出林、三下がり格好。1986年10月、立花屋文造に入門。1988年3月に前座となる。前座名は、かな文。1990年9月に、入選亭、大木治三遊亭新潟。 三遊亭窓樹と共に煮詰め昇進。文語と改名する。2001年9月に、柳家金大友、入選亭、大木治む、三遊亭白鳥、三遊亭一万窓、林家菊姫、柳家三太郎、柳家はじめこと、古今亭春菊、金原亭、バーそぶと共に、新内昇進し、文在門と改名。2016年9月21日、三代目。 立花や文造を襲名。全身番組、BS 商店の前期から出演しており、当初は純レギュラー扱いだったが、後に、レギュラー格となる。コアモテキャラを生かした回答が多く、隣席で、平成名物 TV、与太郎からの付き合いでもある、三遊亭愛学を突き飛ばす流れがお約束。キャッチフレーズも、楽屋の模範集であった。着物の色は、BS 商店の頃は、 緑色と群青色のどちらかを着用していたが、焦点ジュニア以降は群青色のみとなる。日本テレビ、焦点2011年6月5日放送では、若手大喜利に出演。50手前なのに、若手と自虐していた。また、座布団獲得枚数が2代目に急増と同数で、トップだったため、同点決勝を要求したが、司会者が2代目に。 急増のお父さんにお世話になっているとの理由で却下されていた。なお、二代目に急増が獲得したのは、故障した歌丸フラドールであった。入選定選立つ五代目柳屋商船とユニット、産経新聞社を結成。文蔵はドラムパーカッション等を担当。落語会や落語協会のイベントなどで演奏を披露している。 ユニット名は、三人とも本名の名字のイニシャルが、K で始まることと、大木立、立花や文在門、霊霊社若葉の一字ずつを取って命名した。コロナ禍による、緊急事態宣言を受け、2020年4月から、つながり寄せ主催、株式会社トリプルフィールドネットワーク、代表取締役の天野隆と共に、オンライン配信、開演制、無観客の、文蔵組、 楽5会を毎回豪華なゲストを迎え開催している。ありがとうございます。